死にませんでした。危うく死ぬとこだったぜ。いた、はい、死にたくない。おお、そういう技。あ、え、待って、どこに毒あった？嘘でしょ。逃がすか。とりあえず尻尾剥ぎ取りましょう。まあ当たるわけがないんだよね。当たるわけが、いった。あ何がダメだって言うんだ。うるさーい。君はさっきからそれでさ、何度うちのこと引き殺したと思ってるんですか。危なっ。あ、やばいかも。大丈夫です。あ、待って、弱ってない？弱ってんね。チッチさん可愛いな。はい、というわけでリリカルシャトリエと申します。これさ、装備が変わりまして、こんな感じになりました。ガラオンゴルムじゃないや、なんだっけ、ルナガロンの武器、頭装備を付け足したという感じで、ちょっと同装備、あのルドロスがさ、あまりに合わなくて、あまりに合わなくて、もうちょっと許しがたかったので、重ね着装備なんか届いてたやつをつけてます。まあ今回行くのがですね、このインサーチオブザドクターっていうクエストですね。なんか エピアルですみたいな名前のさ、モンスター、名前なんだっけ。それに、行きます。ロスフロギア。ロスフロギーってさ、なんか目が可愛いよね。え？こいつ？めっちゃ電気じゃん。あ、麻痺か。え？麻痺か。うわ。おお。おお。なんかライゼクスのパチモンみたいな見た目してんな。おお、アスタロス。いや、ルナガロンのさ、装備をね、武器を作ったんだけど、見てこれ。なんかさ、可愛いでしょ。シャキ、ルナガロンとオソロです。あいつか。やっぱライゼクスみたいな見た目してんな。これライ…いっと、ちょっと、ライゼクスじゃん。え、ライゼクスなの？うわー、ライゼクスやん、お前。ライゼクスだろ、お前。名前さ、分かったよ。ライゼクスなんだね。久しぶり。あ。あ？おー、そういう技。おー、なるほどね。実はね、回性能と回避距離がついてるんだよね、この装備には。ありえん、ありえん。あと、カゴもついてる。精霊のカゴ。死にたくない人の装備してる。やば！死ぬか？これ。死ぬかもな。あ。なんか届かなかった。危な。あ、いった！そんなことしてくるんだっけ？うわ、やった！死ぬかも。死にません。あ！死にません！死にませんでした。あ、死ぬかも。あ、死にませんでした。危な。うるさーい。あ、やばいかも。大丈夫でーす。こっちか？ガーガー！うちの家族を。ダメだよ。ずっとお世話になってきたんだから、ガーガーには。もう弱ってる？もしかして。逃がすか。とりあえず尻尾剥ぎ取りましょう。落とし穴を仕掛けようかな。よいしょ。はいはいはい。オッケー。なんだよ、バハリさん。ライゼクスかよ。わかんないんだよ、名前が。アイコンで気づけ、びっくりした。やっからせ。かわいいな、ライゼクスじゃない。バッファハムートじゃなくて、ルナガロンの頭装備。かわいいよね。お、ムービー入った。何見てる？こんにちは。何ですか？何やつ？
顔が見えへん。あ、可愛いことするじゃん。四つ葉のクローバー探しってこと？可愛いことするじゃん。え、あ、はい。おお。あ、別に四つ葉を探してるわけじゃない。ちなみに薬を集めてるのかな。薬の素材を集めてるだけ。Well, greetings. My name is Tadori. たどり。Doctor specializing in flora and fauna. はあ。え？見たことあるようなないような見た目なんだけど、見たことある？これ見たことあるのかな。人の顔覚えが悪すぎる。I see. はい。So Malzino wounded her. ああ。In that case, we haven't a moment to spare. メルゼノって女なんだ。A story ends. Another begins. Such is life. はあ。さようで。I will do my best to help you. は？ Now, let us depart for Elgato at once. え？喜んでる。なんかニコニコしてる。ただいま。ドクター、たどり。竜人族の人ってことやろな、多分。この人って。マスターマスターリリカ。あれ、いつの間にマスターとか呼ばれるようになったの。あ、フィオさん。はいはい。フレンズィ。うん。オッケー。めっちゃさ、びっくりしてるじゃん。は？みたいな。はーい。はい。ジュブナイルっつってるね。ジュブナイルって何やったっけ。ライトライートって言ってんのか。はいはい。ヒューマンってこの人は入ってるんやろか。ヒューマンっていうか、あのヒューマンって呼べるんだろうか、竜人族って。はーい。なんか、振られた。はい。はい。かげろうさん？かげろうさんのこと知ってるんですか？了解？はーい。カレッジ。カレッジ。This is where it dwells quietly, blending into its environment. Oh.And if any should appear to disturb its peaceful sleep, ah, they will soon find out. 待って、ランポスってさ、そんなに勇猛果敢だったっけ？そしてこれがエスピナスですね。待って、あれ？
しかしてなんですけど、エスピナスのクエストってキオレイネさんついてきてくれない？え？嘘嘘、ついてきてくれると思って来たんだけど、あれ？一人か。あー、寝てるとこからスタートなんや。借金。あれ？全然起きんの。あ、ちょっと早かった。そっか、フィオレンネさんってなんか毒でやられてるみたいな話だったっけ。だからついてきて、あっぶな、ついてきてくれないのか。エスピナスって毒使うんじゃなかったっけ。全然使ってこないな。怒った。あ、え、待って、どこに毒あった。嘘でしょ、どこに毒があった。待って待って、あ、危ない危ない。ナイス。まあ当たるわけがないんだよね。当たるわけが、いった待って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 、危ない危ない、それ危ない、だいぶ。あ死にましたね、しっかりと。フラグ回収が早い。ただいま。スミカを、あ、いた、危ない。え、死んじゃう死んじゃう死んじゃう、危ない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 、いや死んじゃう死んじゃう、だから死んじゃうって。ちょ、攻撃力どうした？当たりませんよ。痛いですね。危ないですわ。まあ、余裕。本当か？本当か？おーっと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 、こっちに攻撃飛んでくるのちょっと やばい。危ない。あ、痛い！死ぬ死ぬ死ぬ。待って待って待って。乗ってる場合じゃない。危うく死ぬとこだったぜ。痛い！死にたくない。死にません。死んじゃう死んじゃう。あっ何がダメだって言うんだ。どうも。危ない。もう帰ってきて即ブレスはちょっと危ないと思う。危ない。出たよ。あ、これまた死んじゃう。危ない、危ない、死にたくない。え、狭い狭い、ここ狭い、ここ狭いと思う。ちょっとここ狭いからやめた方がいいと思う。危ない、いや危ないどころじゃない、死んじゃった。やばーい、死にました。3オツです。お疲れ様でした。再利終了。ちょっと待って、リベンジしようぜ。リベンジマイル。いや正直言うとさ、初見です。初見とはいえ3立てされるとは思ってなかったよ。まあ、第一に大切にするのは死なないこと。さあ今日もまた眠っているところに寝起きドッキリの時間がやってまいりました。起きた、早くない？ちょっと今日起きるの違う？あ、寝てんのかまだ。ちょっとあれが悪いのね、あの寝つきがちょっと良くない感じなだけか。おはよう。あ、いやこれのターン避けるタイミングが分かんないんだよな。赤い性能ついてるのに。あー危ない。さあ3方向から三者三様やってきましたが、さあライゼクスに先に乗りましょう。ライゼクスに乗るのが一番大事。なぜなら、雷属性やられにしたいから。スタンも取った。いやー我ながら悪どいことしとるわ。危ない、ナイス。いやこれはさ、下手なことせずに走るのが一番避けられるっていうのは分かった。なんかしてますね2人で。密会ですか？おっと、いやそれは良くない。その協力プレイ良くない。あ、やばいか、これ死んだか。危ない、生きてます。危ない、死んだかと思った。本当にやばい。あ、でも、あ、やば、死んだいや、いけるかなって思っちゃったんだよ今。とりあえずあいつは罠にかける。いや、切れ味は悪くないはずなのに、カキンカキン言ってる。知らない技来た。ちょっと待って、知らない技来たんだけど。危ない危ない危ないなぁ、君はさっきからそれでさぁ、何度うちのこと引き殺したと思ってるんですかもう、嫌だよこれ以上殺されるのは。危ない、いた、避けようと思ったけど間に合わんかった。あ、やばいかこれ、助けてありがとう。あ、やばいか、危な、あ、ナイス。うち天才なんで
ちゃんと分かってるんです何してくるかなんて。はい、天才はこんなに死なないんだよな。あー、ライゼクスが消えてビシャモンテンが来る。ビシャモンテンじゃないビシャモンテンは違うビシャモンテンじゃなくてビシュテンゴね。待って、弱ってない？弱ってんね。でもこれはさっさと捕獲するが吉。はいはいはい、天才尻尾で見えない倒しま、倒してか捕まえました。苦節、苦節何分だこれ1戦目含めて40分ぐらい、苦節40分。ついに、スピナス捕獲に成功いたしました。おー、はい、ただいま。あ、はい、オッケー。そう、このさ、この間のたどりさんがあのお医者さんらしいんですね。なんかで、なんか毒を使って、なんか毒、ん、毒、エスピナスの毒を使って毒を治療しようみたいな、なんかそんな感じのことを言っていました。But? はい、OK? というわけで本日はこのあたりで終了とさせていただきます。また次回、今度は何を買うのか分かりませんが、よろしくお願いします。それでは皆さん、おつるさです。バイバイ。